ジムグリは、ナミヘビかナメラ属に分類される、無毒のヘビの一種。日本固有種頭部全長70から100センチメートル。体色は赤みがかった、茶褐色で黒い斑点が入る。個体により、ジグザグ状になる。斑点は、成長に伴い消失する。覆面の鱗には、黒い反紋が入り、市松模様状になるため別名、原毒ヘビとも呼ばれる。 頭部にアルファベットの V 字の模様があり、この線が目にかかるところが学名の由来となっている。上顎は下顎に覆いかぶさる。頸部は太く、頭部と胴体の境目が不明瞭。幼蛇は体色が赤葛色で黒い斑紋や横縞が入る。また比較的寒い地域では赤字むぐりと呼ばれる赤みが強く黒い模様が、 ほぼ消失した個体が出現することもある。ただし、これが個体群なのか、単なる色彩変化なのかは不明。また、北海道産の個体では、体全体がオリーブグリーン色を呈するものがあり、それらの個体の複足の模様は、一松模様ではなく縦縞のようになっているものもいる。体うろこ列数は21列。メスはオスに比べ太くなり、そ排泄口から尾にかけて、 細くなる。尾は、メスがオスより短くなる。腹板は、オスが200から219枚、メスは206から227枚。オしも板、オスに63から76枚、メスが59から72枚。平地から低山地の森林、草原、水辺等に住む。特に臨床を好み、よく地中や石の下等に潜ることが、和名の由来。 摂氏24度前後の低温を好み、朝方、夕方の気温の低い時間帯によく活動する。また、夏場は気温が高くなるのか不活発になる。食生は動物食で主にネズミやモグラなどの小型哺乳類を食べる。特に地中のネズミの巣の中の赤子を好んで捕食し、飼育繁殖させた記録によると、ネズミが子を産む春と秋に飲み、 接触活動が活発化し、自然界でこうしたイサの乏しくなる夏と、冬眠する冬には絶食することが確認されている。他のナメラ族のヘビ類と同様に、危険を感じると総配し口ぐちから、独特の青臭い匂いを出す。繁殖形態は、男性で4から6月頃に交尾し7月から8月頃に1から7個の卵を産む。卵は白く、細長い楕円形。 乱獲は、比較上で弾力がある。8月下旬に孵化し、幼蛇は、生態より体色が鮮明。ペットとして飼育されることもあるが、高温や群れにかなり弱く、季節拒食をするなど餌付きも悪いため飼育は難しい。最終、飼育、繁殖の難しさからペットとして飼うには向いていない。ありがとうございます。